すでに剣折れ、矢は尽き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ我らがまだここにある。滅び消えたはずの我らが、我ら、なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端をかき集め、寄り合わせ、因果の糸車に巻き取ったというわけか。全ては無価値だ。所詮この身は死せる言葉のパッチワーク、意味をなさぬ戯言に過ぎぬのだから。状況確認、身体異常なし。私は任務の途中で、いえ、レイジと一緒にインフェルノから。記憶が曖昧。落ち着いて状況を整理しましょう。私の名前はエレン。かつてアインと呼ばれていた。あの人、レイジもどこかにいるのかしら。ここにいても始まらないわ。探しに行きましょう。お前は己の身を守る器でなければ、私がお前を殺す。遅い、鈍いわ、鈍いわ、遅い、こっちよ。その調子、遅いわね、後ろよ。その調子、鈍いわ、ゴー。この程度、この程度、だいぶマシに。遅いわ、ゲッション。そこよ、鈍いわ、ゴー。その調子だ、遅いわ、この程度。あなたは、あなたの世界に帰りなさい。無数のトラップを張り巡らせる戦闘スタイル、悪くないわ。あの、すみません。もしかして、今、お困りなのではないでしょうか。やったな。何？
気に地獄に行っていた。やっちゃった。そこ進歩がないわね。やったエレン、何してんの？なんでもない。それより早く金子屋のワッフル食べに行こう。主よ、七つの地獄をめぐる食材が見つけました。チンワンパンの暗殺者。チンワンパン、誰かが勘違いしている。その呼吸、その目配り、その物腰、知っています。何人も殺してきた人の動き、私と兄様を引き裂こうというのですね。薬物、それとも催眠術。遅いわね。そこよ。この程度、この程度。行くよ。よっ、こっちだ。遅い。そこよ。進歩がないわね。まだ揺れるよ。進歩がないわね。そこよ。行くよ。アマン、冒険する。始めよう。あなたを殺します。エレン、何してんの？なんでもない。それより早く金子屋のワッフル食べに行こう。主よ、七つの地獄をめぐる食材が永劫に及ぼうと。あれれ、ルイリ、どうしちゃったの？お姉さん、誰？やはり、操られていた。私はね、エリン。兄さんを探しているの。あなたと同じ東洋人の。どこかで見なかった？兄さんの？ルイリにもね、いつも一緒の兄様がいるの。離れ離れになっちゃったの。かわいそう。見つけたら教えてあげるね。殺さない。レイジが悲しむから。それにあの子は多分重要な手がかりだわ。タフでかっこいいエチカちゃん、ただいま参上。進歩がないわね。鈍いわ。後ろ。この程度。じゃあ、まだ。遅いわ。まだ。あなたを倒す。彼女の二段目を。始める。遅い。とっておきを見せて。遅い。大丈夫。さっき。こっちか。まだ。よっと。まだ、行く。じっとしてろよ、デスロボーだ。まだ、こっちを捉えた。変わり映えのないもこっちを。今度は気を抜けないことに。この程度、そこに。マジシュウ、七つの地獄をめぐる食材が
越えてくるのは何？剣撃と剣撃の応酬、土振るう音、防ぐ音、傷つける者、傷つく者、共感する者の声、集まってくるのは何？怒りと憎悪の総括、不当の誓い、刺す痛み、戦う者、あがく者、前に進む者の心、我らは魂のたぬ知恵、使い手なき秘技のガラント、断裁され、陣愛となった、火にくべられ、怪人となった、愛は失われた、憎しみに囚われた、伸ばした手は届かない、あるのはただ苦しみばかり。その我らに我は何を求めようというのだ。あなたは三月製薬に雇ったというヒットマンね。凄腕のスナイパーということだけれど、近接戦闘ではどれほどのものかしら。神眼般の三月製薬、どちらも西海岸では聞いたことのない名前ね。暗殺話を聞かせてもらうまでもない。ここで潰すわ、異端者の手先。それは困るわ。こちらには聞きたいことがあるの。目の焦点がぶれているわよ。それでは私を捉えることができない。あなたの相手はこの私。進歩がないわね。こっち。遅い。この体勢。鈍いわ。遅い。遅い。上へ。始めるわ。下がるわ。遅い。始めるわ。この体勢。そこ。進歩がないわね。遅いわ。手加減してみる。まだ、あなたを殺します。そこね。シュート、いや、こっちよ。この程度遅いわ。この程度飛びなさい。ビューン、ビューン、そこ飛びなさい。エレン、何してんの？なんでもない。それより早く金子屋のワッフル食べに行こう。シュート、七つの地獄をめぐる食材が様子が変わったということは、あなたもやはりあの子たちは私と同じなのね。気がついたらこの場所にいた。違うかしら。違わないわ。羨ましい。頭の中に上書きされたような、そんな予感がまだ残って。異教徒を意味するロシア語も、そういう名前で呼ばれる組織に関わったことはないわ。インフェルノなら知っているけれど。そう、あなたは私をあのまま殺すこともできたでしょうし、信じるしかなさそうね。感謝するわ、正気に戻してくれて。やるしかないんですね。危ないです。上です。まだ遅いわね。ごめんなさい。鈍いわよ。まだ
です。これで最後よ。神様の残念終わった。まだ遅いのね。上、下がる、上、この程度、遅いよ。そこ、そこに、遅いよ。上、行くわ。甘いよね。これで最後よ。先に、まだ、そこ、放送する。ヒラリン、エレン、何してんの？なんでもない。それより早く金具屋のワッフル食べに行こう。ごめんなさい。あの人のためにも。その氷柱のように鋭い殺気、鋭利な刃物のような身のこなし、魔力は感じられない。魔術師なのか。剣の鎧、体の一部分のように馴染んでいる。魔導書、案外本当なのかしら。あなた、魔導書と言いましたか。魔術師ではなくともその身のこなし、アサシンの類か。ならばこのセイバーがお相手する。さすがに西洋の剣士と戦ったことはないけれど、頑丈な鎧をまとっているようだし、こちらも遠慮なく打たせてもらおう。騎士としてお相手いたしましょう。鈍いわね。どう、この程度マイル。ここどうだ。放心する。そこ行け。マイル立ち受けろ。そこ行け。そこ行くぞ。まだ行きます。まだマイル。そこ、目標捕捉、シュート、援護をお願い。あまり遅い。この辺り、この辺り、遅い。エージェントコード、ジェットクー87-54、アンジェラ・バルザク、エンタッチ、遅い。遅い。ダンジョン、セット、遅い。どうまた、ダイヤエレン、何してんの？なんでもない。それより早く金具屋のワッフル食べに行こう。ごめんなさい。あの人のためにも。頭を覆っていた霧が晴れたような気分です。どうやら私は惑わされていたようです。生きるために身につけたそれだけの技術。あなたの素性を詮索する気はないけど、銃を使う人間に思い入れでもあるのかしら。いや、忘れてください。
私はこの剣を振るうだけです。それにしてもここは一体、一刻も早く戻らなければ。そう、あなたも。でも多分この状況はそう長くは続かない。そんな予感がする。よく来たな、死を生業とする者、死を糧とするファントム。慣れの到来を待ちわびていた。あなたが黒い影とやらの本体ね。魔導書、そんな風には見えないけど。その通り、我らこそが無限無休無尽の半宇宙最後のネクロノミコ、最強の魔導書の残滓だ。私には魔術や呪術のことはわからない。だけど人間の姿をしているからには私の銃弾が届くはず。銃弾が届くなら殺すことができる。ナレが倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りのすべて我らは受け取った。今こそここに自らを歓喜しよう。我らはアルアジフ・エクスモルテス、死者の掟にして死者の名前を告げる者。魔弾の射手よ、光と闇の狭間に迷う者よ。まだ死ぬわけにはいかない。レイジは約束してくれた。ふるさとを見せてくれるって。だから相手が何であろうとも私は生きて帰る。滅びを滅ぼすことができるか、死を死なせることができるか。それができるというのならば、ナレはすでにして一つの概念、人の子ではないぞ。エレンには無理でしょうね。でも今の私は、今だけはファントムになる。あなた殺す。是非もなし。つぎはぎの世界を破壊するものよ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者。夜に吠える魔物の声を聞け。この手を、この手を、うつきうつきが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 禁酒の吊るしよ。禁酒の吊るしよ。遅いのに、後ろに。まだまだ禁酒の吊るしきがうつきがまだ、遅いのに、後ろに。まだまだ捕らえた。変わり映えのないのもこっちを、今度は気を抜かないことに。この辺は遅いな、遅いな。やってくれてるよ。87-5456アンジェラ・バルザク、エンザイム準備、動作よ。ランドフォーの絶対よ。この辺は、この辺は、どきなさい、捕らえた。変わり場のない、もこっち、今度は気を抜かないことに。ただ一人の君よ。見事だ、インフィニット・ブラスターズよ。果てしない戦いにあってなおも拳を振り上げることをやめない英豪の探求者たち。我らの勇気や知恵よりもその光り輝く愚かしさこそが愛おしいのだ。ああ、ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ我らはわらわとなろう。さらばだ。
無限の破壊者たちよ。世界に戻れるということ。アサイラムのお医者さんがおっしゃるには、すぐに何もかも元通りになるそうです。お医者さんは白衣がすっごくかっこいいジョイさんなのですよ。そう、お借りしたディーフォン、確かにお返ししたわ。ありがとう。しまっていたのね。夢を見ていたわ。長い長い夢をね。どうかした？自分と薄れてしまったけど、もっとデタラメでひっくり返したおもちゃ箱のような夢。夢の中で私はあなたを探していたと思う。でもようやく見つけた。最極の空気を抜け、究極の門の先へ行くために、さあ次の仕込みをしなければね。